アルミカンの今夜も勝負パンツ。こんばんは、松竹芸能の美人漫才コンビアルミカンの高橋と、今日は真っ黒赤坂です。真っ黒ですね。あ、でもちゃんと仲間しましまです。もうしましま飽きました。そろそろ変えてください。でもこれ新しいパーカーよ。あ、そう、はい、全然変わり映えせえへん。そう、あのタンスの奥にあったんですよ。いや、タンスの奥やん。そうなんですよ。新しないやんか。いや、もうこんなん久しぶりに来たよ。10年ぶりぐらいに。新しいパーカーでございます。いつの服着てんねん。はい、ということで、どんな服なのかぜひね、あの YouTube で見ていただきたいと思います。はい、見たらなんやってなると思う。ふーんってなると思います。はい、ということで、この番組は AM1314FM91.9 ラジオ大阪からお送りしています。はい、皆さん、番組が始まったことを SNS で告知して、ラジコのシェアボタンもクリックして、みんなでアルミカンの今夜もショーパンツを盛り上げてください。はい、お願いします。コーナー説明からします。はい、アルミカンバトル。毎回一つのお題をもとに、アルミカンの高橋と赤坂がトークで勝負するコーナーです。はい、ショーパンツだけにどんどん勝負していきます。待ちますよ。パンツの時間、はい、といっても、パンツを脱いだり履いたり売ったり買ったりするわけじゃなく、はい、毎週いろんなテーマでトークを展開していきます。うん、今夜は、はい、あ、先週募集したパンツラジオドラマのタイトルから、ももかさんの片身のパンツ。いやいや、なんでそんな片言なんの。採用する気がね。いや、私読むやと思ってびっくりして。いつも読んでるよね。読んでたっけ、うん、いや、意外と長いと思って。いやいやいや、目を通しといて、それぐらいは。失礼しました、うん。ラジオドラマを作ってきましたね。声ガスガスやないか。大丈夫ですか。ちょっと一週間ぶりに喋るもので。失礼。片身のパンツでね。そうです、そうです。先週募集しましたからね。はい、片身のパンツ。赤坂会長が何か素敵なラジオドラマを作ってくれた。そうなんですよ。来たということで。皆さん興奮しちゃダメよ。今後期待です。はい。そして全日本ショーパンツ協会定例会議、ショーパンツ復旧のためにみんなで盛り上がっていきましょうのコーナー。はい。協会になってしっかりと活動してくれた人、まだ協会になっていなくても、毎週出す課題にしっかり取り組んでいただいた人の中から、毎週お一人に2000円分のアマゾンギフト券プレゼントしてます。うん、はい。今回は勝負パンツがテーマの漫才のネタを作ります。そのネタに盛り込むべき言葉キーワードとはという、はい、はい、ね、お題で送ってもらってますからね。え、そうですね、楽しみですよ。久しぶりにね、うん、漫才を、ね、漫才やりたいと思いますよ、ね、作るのも久しぶりやね。そうだ。なんかね、勝負パンツがテーマの漫才、ね、はい、はい、面白いの作りたいと思いますので、はい、皆さんにはキーワード書いてもらってます。お楽しみに。そして、はい、放送中はツイッターでつぶやいて炎上かっていうぐらいに盛り上げてください。はい、ツイッターの公式ハッシュタグはシャープのアルミカンパンツです。ハッシュタグアルミカンパンツ、全部アルミ、全部カタカナでアルミカンパンツとつけて、いっぱいいっぱいつぶやいてください。いや、皆さん自粛してますか。はい、してます。めちゃくちゃしてます。めちゃくちゃしてます。なかなか長い自粛ムードで、ね、ストレスもたまりますけれども、そんな時はこの火曜の夜に、はい、そうですよ、発散していただいて、パンツパンツと、ね、近所迷惑にならない程度に叫んでいただきまして。でも結構いろんな人がもうパンツが楽しみですみたいな風に言っていただいてます。そうやんな、本当に。いや、でもほんま自分らもそうやし、いい、うん、いいと思うよ。やっぱりこういう時期にこのラジオ、ね、やっぱラジオぐらいしかなかなかね、テレビやとね、やっぱその距離感とかも気になってくるし、うん、あんまりこうね、わーっと騒がれへんけど、うん、このラジオやったらこうちゃんとほら、パンツマスクも今日も着用してますしね。めっちゃ笑顔ですよ。はい、はい、そして、ま、真ん中にはクリア、はい、クリアな板を、はい、板を挟んでやってまして、はい、しっかり対策もしてたら、はい、まあ、ちゃんとね、あの放送できるということでやらせてもらってますからね。はい、皆さん、この今夜はもうアホになって、はい、一瞬今のご時世を忘れて、はい、パンツのことばっか考えましょう。はい、もう切り騒いでください。そう、メッセージもね、はい、なんかだから多いよな最近。みんな暇なのね。嬉しいですよね。うん、ちょっとお初のメッセージも来ててね、これ水牛さんです。はい、赤坂さん、高橋さん、こんにちは。こんにちは。この長い休みで土曜も家にいることが増えたので、生活小百科を見てる時にお二人が出ていて、綺麗な人やな、ラジオとかやってないかなと思って探して、この番組に出会いました。ありがとうございます。どうも。いや、あなたのことと書いてない。どうも、美人漫才師のアルミカン赤坂です。まあまあまあ、お二人はこの休み中新たな発見などありましたか、はい、って来てるんだけど、で PS で、先週の勝負パンツ、僕もどんなんかななど考えたのですが、うん、男子校生活6年目でパンツを最後に見たのは小学校低学年の体育の着替えぐらいで、イメージ少なすぎるかなと思ったのでやめましたって。学生さんですよ、ほら。あー、嬉しい。こうやっ
ってか、しかも男子高生から。うわー、興奮するね。興奮してちゃってる。男子高生ですか。そうですよ。ね、どうもセクシーなお姉さんと、もうエロいお姉さんですよ。どうもより偉いお姉さんです。ねえ、嬉しい。いやでも大丈夫ですよ。あのちょうどそれぐらいの知識の方が赤坂さんのパンツは当てやすいと思います。小学校低学年ぐらいのパンツで想像しても十分あの戦える。私もそれぐらいの知能です。そうです、そうですよね。そうです。あの年はいってますけど、おい倍ぐらい、倍以上いってはりますけど。そうそう、だからみんなとね、うん、会話できると思います。そうですね、はい、いいですよね。だから、はい、あのぜひあの小学校低学年ぐらいのパンツでもいいんで、はい、書いて送ってください。でまた次は参加してほしい。はい、あこっち行きますね。じゃあこっち、まえちゃんさんです。はい、アルミカンのお二人こんばんは。こんばんは。今更ながら、うん、年末のカドキング決勝戦を見ました。お今更やね。今更やね。大晦日から年明けにかけて浅草寺に行ったから、うん、ネタに笑いました。浅草寺、浅草寺に行ったからネタに笑いました。そんなネタしたっけ。した覚えがないんやけどな。あ、お寺、そんなやったかな。お寺話したっけ。また生ネタを見たいです。体調に気をつけて頑張ってください。そういや本当に早くネタ見てもらいたい。もうね、うん、ライブイベント行って、初詣のネタやったんか。そうかそうや。ほんでだからかお参りするって参道を通ってみたいな、うん、その時の本ネタ建前みたいな。先生をしたからか。ありがとうございます。いや嬉しいですね。うん、浅草寺、ね、あ、浅草寺失礼いたしました。お前行ったことあんのに、ね、浅草寺言うてたのに失礼いたしました。私も分からへんかった。、もう一個読みますね。はい、数バス乗るはず数パス出るですね。数バス乗るはず数パス出すはずさん。意地悪やな。すごい名前やな。どういうこと、うん、仕事で兵庫県に行ったので、うん、番組で紹介されていたアリノパン高橋さんに行きました。おひょっとしたらショープパンツのパンがあるかもと期待して行きましたが、なんと、うん、定休日のようで閉まっていました。残念です。わあ残念。アリノパンさん ねあのパンを作って、いやパン屋さんなんですけれども、私らのこと応援してくださってて、うん、この勝負パンツ ね、あのパンツパンとか、うん、私たちの顔のついたパンとかを作ってくれてるみたいなんで、はい、あそこで出会ってほしかった ね、 うんね、行ってほしかったな。そうじゃないとね、うん、作ってるだけで誰も、ね、そうやね。うわ出会ってほしかったな。悔しいな。じゃあこっち行きます。はい、パロパロシネマさんです。はい、初めてかな。どうなろう。初めてならぜひあの、ね、住所送ってくださいね。下ね、ステッカーを差し上げますので。はい、いきます。アルミカンさん、こんばんは、うん。初期の頃から聞いているサイレントリスナーです。うわ、長いことサイレントしてはったね。お前ね、初めて見たもんね。うん、先週の放送で手拭いの話題が出ていたので、うん、番組当初から気になっていたことをメールさせていただきました。当初から。僕は関西で生まれ関西で育ったのでバリバリの関西弁です、うん、そんな僕が気になっているのは高橋さんの手ぬぐいの発音。高橋さん、手ぬぐいの発音変です。番組当初から気になってはなって違和感を感じていたのですが、うん、先週久々にその発音を聞いて思わずイーッとなってメールいたしました。イーッとなんねや。高橋さんの手ぬぐいの発音は布音が上がっています。関西弁では手の音を高く発音するのが普通です。赤坂さん、関西弁の正しい手ぬぐいの発音をしてみてください。はい、どうぞ。手ぬぐい。え、合ってんのかな。うんうんうん、どうなの。手ぬぐいって言っちゃうね。あ、マネージャーにも一回言われたかも。手ぬぐい、手ぬぐい。でもパンツ手ぬぐいじゃない。パンツ手ぬぐいとは言わない。手ぬぐいになるけど、でも手ぬぐい単体になると手ぬぐいになるのか。関西弁なのかな。標準語みんな手ぬぐい、手ぬぐい、手ぬぐい、手ぬぐいって変なの。手ぬぐい、手ぬぐい、手ぬぐい、語源を考えると手ぬぐい、あ、手をぬぐうやから、手ぬぐい。高橋さんが当てる。でも関西弁はまあ手ぬぐいやな。関西、他が関西弁な、急にこれだけ手ぬぐい。
そう、ね、パンツ手ぬぐい。でも変やね、パンツをつけると手ぬぐいになるのに手ぬぐいなんね。ね、でもう一つ言いたいのは、うん、もし赤坂さんが気づいていたのなら、うん、なぜこれまでずっと高橋さん手ぬぐいの発音おかしいでと言わなかったのですか、うん、それがコンビじゃないですか。これは赤坂さんの責任でもあると思います。なんでやねん、関係ないし、まあね、気づいてなかったし。赤坂さんが変な時は私しか言いますから。これから高橋さん正しい関西弁で手ぬぐいを発音してください。いけるかな。よろしくお願いします。手ぬぐい、手ぬぐい、なるほどね。言われたらわかんねんけどな、パッという時に言っちゃうな。なんやだから高橋さん10年が変よね。10年10何だっけ、北海道に10年おってみたいな。10歳や、あ10歳や、10歳、10歳っていうね。あそう、10歳まで、 10歳10歳っていうけど高橋さんね10歳っていう、10歳、それは気にはなってたけど、うん、手ぬぐいは全く気になってなかった。あそう、うん、いやもうほんまにいろんなとこいたから分からへんねんな。ある意味標準語なんかもしれんけどね。うん、いいかもしれんねんけどね。手ぬぐい、手ぬぐい、手ぬぐい、いや何が正解なのか教えてほしいわ。私も気づいたよ。言って今手ぬぐい、ぬぬぐいなってるよ。これもちょっとけどすごいの来てる。ティーナカリーナさん、おーティーナカリーナさんって、あのティーナカリーナさんよね。私あんまり知らんねんけど、ほら高橋さんがすごいあの人有名やでって言ってたから、からメッセージが来てるんですよ。すげー、アルミカンさんはじめまして。はじめまして、シンガーソングライターのティーナ・カリーナと申します。おめっちゃ有名やで。本人、え大阪府池田市出身で、2012年に東北の宮城に移り住み、歌手デビューをしました。番組は仙台からラジコで拝聴しています。聞いてくれてんの、わざわざティーナカリーナさんが、あのティーナカリーナさんな、違う、ごめん私なあんまり知らんです。あんたっていう曲めっちゃ有名、あのちょっと前なんかめ関西弁の歌、すっごい関西弁で、あの失恋の歌を歌う、だけど宮城でデビューしはったんや。そうやね、つい先日10年ぐらい気に入って愛用してたパンツに、うん、とうとう穴が開きお別れをしました。あら10年も10年も履いてたんですか。すこれはパンツのお告げだと思い、思い切って番組にメールをしました。おありがとうございます。去年の年始、うん、テレビでお二人の漫才を見ていると、赤坂さんの衣装に見覚えが、気になってウィキペディアで赤坂さんのことを調べてみると、中高一貫の女子校で、高校時代は吹奏楽部でホルンを担当されていたとのこと。偶然私も中高一貫女子校で6年間吹奏楽部、そうなんです、私赤坂さんの2年下の後輩なんです。例の銀行員のような制服を着て学校に通っていました。そうそう、あのクソダサい、やめてしまったんですか。読めないとかデサイしたよ。でも銀行員のようなやったらもう絶対そうや。いやマジでそうやね、あの評判悪くてね、銀行員みたいなもんな。いやすごいいいのよ、いいブランドですし。中学はトロンボーン、うん、高校は ユーフォニアも担当していました。あまりたくさん喋る機会はなかったので、赤坂先輩私のことを覚えてらっしゃるか分かりませんが、もし覚えてくれたら嬉しいです。本名田中里奈さん、あ言っちゃっていいの、言っちゃあかんかったか。ちょっと隠さるんじゃん、やっぱ嘘芸名でやってるから聞いてもらわな。そんなご縁もあり、今回はお二人にお願いしたいことがありまして、勇気を出してメールしました。うん、私は宮城の TBC ラジオ東北放送で、うん、ティーナカリーナのここがホームというラジオ番組を担当しているのですが、最近ツイッターで流行っているハッシュタグラジオリレーが今私に回ってきていまして、うん、このバトンをアルミカンさんに回したいのですが受け取っていただけますでしょうか。長くなってしまいましたが、コロナで大変な中パンツの話をし続けるお二人に元気をもらっています。本当に、いやびっくりした、すごいで、めっちゃ有名やで。あそう。知っといてや。いやしかも向こうはなんか漫才見てベスト見て気づいてくれはったんやで。いや急に、ね、なこの間話しててんな、急に私めっちゃ知ってたから、うん、ティーナカリーナさんを、うん、であの曲もすごい知ってたから急にフォローされてさ、うん、なんでと思って、で私もその後あ私もされてるわって言っててでメッセージこれすごすごい、ティーナカリーナさんって日本人、完全な日本人なんやな。あのね日本人やったと覚えてる覚えてる。あのねやっぱりね楽器が違うからあんまり接点はなかったけど、うん、
いてはったと思う。覚えてんやん。いやいやいや、覚えてるよ。トロンボーンやったったよね。うん。うんうん。なんか、うん。一番その華やかったイメージあるよ。トロンボーンは。で、みんな上手で、みたいな。うん。だからこっちは引け目を感じてるからさ、うん、もうあんまり接せられへんっていうか。年下やろ。いや、年下かもしれんけど、うん、私は高校1年で、うん、吹奏楽に入って、多分、6年間やってるって。だから、中学1年生から入ってるわけやから、うん、先に入ってはるんですよ。だから先輩なんですよ、吹奏楽部では、うん、でもうなんかね、吹奏楽部のルールも分かってあるし、うん、上手やしって思うとやっぱ近づけないよね、うん、いや、なんだそれ近づきや。だからね、喋った覚えはないけど、いてはったと思います。いつからソーシャルスペース開けてんのよ、はい、ディスタンス、ソーシャルディスタンス、かなり広いからね、私そうなんや、すごいな、これ。すごいね、その方が、そう、だから歌手デビューされたんや。で、そう、有名な方で、しかも、ね、ラジオをされてるんですね。ね、私らも聞かなあかんね。ね、そうやね。で、あ、ぜひ、バトン、よくわかんないけど、回していただいて。ね、いいです、はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。わー、すごいな。でもやっぱおるもんやね、有名人。ほんまやね。やっぱり、すごいね。ね、うん、私も有名人いますからね。はい。同級生、同学年。ウーバーイーツ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 と同級生って意味がわからへん。最近出てきたし。違うやん。ウィーバー。ウィーバーさ。高校の時って、隣のクラスでウィーバーっていうバンドね、有名やし。あとは、あれですよ。私はやっぱ、霞優子さんが。誰？多分ね。霞優子さん。そう。女性タレント。違うねん。小学校5、6年生の時に同じクラスでめっちゃ仲良かった子が漫画家になって、うん、少女漫画、あ、そうなんや。そう、しかも仲良しとか、あ、雑誌のじゃあリボンや、リボン、あ、全然違うやん、リボンリボンね、うん、すごいやん。で、先生なんですよ。めちゃくちゃ人気漫画描いてんねん、すごくない、ほんまに。その時から漫画家になりたいって言ってて、うんうん、で、めっちゃ絵も上手やったし、いや、でツイッターはフォローしたらフォロー仕返してくれたんよ。お、よかったね、忘れてなかった。いや、でも分からんやん、なんか、そう、なんかな、接点持ちたいけど、すごい、その時は仲良かったけど、うん、連絡は取ってないんか。そっからしばらく、ちょっとしばらくは取ってたけど取ってなくって、うんうん、こういうのってどうしたらいいんやろなと思って。確かにな、連絡取りたいなと思うけど、なんかやらしいやなって嫌やから。なるもんな。そう、分かるわ、分かるわ。そうやねんな、しにくいな。すごいです、ありがとうございます。でもこうやってメールくれたら嬉しい、嬉しいね。いや、だから私いつかその漫画家の霞優子先生と何かで共演したいなって。なんか芸人さん、うん、女芸人さんと共演しててさ、あ、そうなんや、頑張れるやさんと、めっちゃ羨ましかったもん。私もちょっとティーナ・カリーナさんと、ティーナ・カリーナさん応援できるよ、頑張ろう。そうですね、はい、うん、ありがとうございます、ありがとうございます。嬉しい。ということで今夜もよろしくお願いします。アルミ缶バトル、はい、毎回一つのお題に合わせて、はい、アルミ缶の高橋と赤坂がトークで勝負するコーナーです。はい、今回のお題はちょっとね、メッセージ来てて、はい、チビの飼い主さんから、うん、土曜の深夜に黒いさん錦を一人でグビグビ飲んでいる写真が赤坂さんのツイッターに上がっていました。お、飼ってる猫を相手にした一人酒の写真は見る人の涙を誘ったのでしょう。そんなことないでしょ。100人以上の人からいいねをされていました。うん、写真を見た人に赤坂さんの恋愛事情まで想像させてしまうなんてすごいです。いやいやいや、そんなことないでしょ。あれから、あれはもうただただね、買った勝負パンツがタンスの肥やしになろうとも決して無駄ではありませんでしたね。うるせえわ、本当に。彼氏ができない寂しさを勝負パンツリスナーに八つ当たりしてください。きっと爽やかな変態リスナーたちはニコニコ笑いながら受け止めてくれますから。今夜も乾杯というのをいただいてるんですが、もうちょっとこれからはい、テーマをいただきまして、はい、自粛中に飲むなら一人でしっぽり、またはオンライン飲み会。あ、流行ってるね。流行ってるよね、みんなやってるよね。ね、赤坂さんはまあ一人でしょ。まあね、そうですね、一人で飲んでますね。うん、うん、まあ、飲むならやっぱオンライン飲み会かな。お、やってんの。やってはないやってないのにでも電話とかするよ。
あ、まあね、友達とかと、うん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 、だからちょっとそれでいきましょうか。はい、はい、ということでアルミ缶バトルスタート。いや、お酒ってすごいよやっぱり。何何、まあ、特に黒井さんなんですけども、酒の凄さからいく。いや本当にね、こう自粛してるともうなんかこう、はい、ぼーっとしてくるじゃないですか。まあね、でも、うん、まあ一人だろうとなんだろうとお酒を飲んだらすごく楽しくなるんですよ、うん、で私はそのお酒を飲んだらもうみんながこう、うん、愛くるしく、うん、もう大好きになるから、うんうん、もう猫なんか、うん、もうおったらもうかわいいってなって、うん、もうチッチチッチしてるわけ。だからみんなが愛くるしくなった時にオンラインで他の人の顔とか見えてたら最高やんか、うんうん、いや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 、もうそんなみんなが愛くるしいってなってるのに結局一人やで、一、うん、人飲んで愛くるしくなったってさ、結局はさ、映像じゃないですか、うん、チュッチュできへんやんか。チューをしたいんですか、あなた。チューは今は無理ですけど、なかなか、はい、だから、それって辛いじゃないですか。だからもう一人でもね十分楽しいんですよ。一人で楽しくなりだしたら終わりやって。こんなな、もう仕事もないし遊びにも行かれへん状況で塞ぎ込んで一人で飲み出したらもう終わり。いやでもやっぱりこの飲む時ぐらいは人の顔見て人と喋っていろいろはこういうとこ大変やねんな、向こうも大変やねんなとか自分をこうさ、なんか奮い立たせなあかんよ。うん、自分一人やとなんかもう何にかわからんくなってけへん。高橋さんそうやってその人とね会話して奮い立たせてるわけじゃないですか。私一人で奮い立たせられるんですよ。立たせられてるお酒が。いやいや、だってすごいなんか楽しくどうでもよくなってるだけじゃないの。いやいやいや、もうね今なんかこういう自粛のこともパーッと忘れて、うん、あめっちゃ楽しいなみたいな、うん、でも悲しさ後で襲ってくるて。いやもう寝たらすぐ忘れるしさ。最高やで。いや絶対みんなと喋った方がいいって。なまるよ。いや猫と喋ってるから全然大丈夫。いや怖いねって。だからもうそんなただの猫ばあやん。猫と喋りながらお酒飲んで。いやでも高橋さんは、うん、せえへんわけじゃないですか。え、オンライン飲み会は。オンライン飲み会はしてないけど電話とかはするって人と、はい、いやでも飲み会じゃないですかやっぱね。じゃあ判定お願いします、はい。よっしゃ、まあ、出したっていう実績があるからな。実績がね、そう、高さやっぱりね。そう、いやでもなんか飲む気になられへんわ。家で飲むの切なない。嘘、別に全然。嘘、一人で晩酌はせえへんわ。その電話しながらとかもせえへんの。せえへんせえへん。もうただただ喋ってるだけ。ただただ喋るだけ。酒飲みながら別にせんでもええかなと思って。まあ私はまあそもそもオンラインができへんからね。え、Wi-Fi 家飛んでないし、もうね携帯のね容量がやばいの、うん、あと2ぐらいしかなくて。嘘、やばいね。だからもうみんなと繋がれない。もうやばいやん。自粛中にもうオンラインが全然できへんかったらもう LINE すらもうやばいよ本当に。そう、そんな状態ですかね。でも、でも落語家の石松兄さんが長電話してくるから容量食ったんちゃう、うん、やっぱ電話も食うの。わからん、どうなんやろ。 LINE 電話とかも食うよね。食うのか、うん、うわーマジか。私そうか、電話やめとこ、電話もせんとこ。 Wi-Fi 繋がってなかったら。そうか、私、まあ、この間感じで、ね、友達と4時間ぐらい喋ってもってな。いや喋ってるやん、やっぱり。いやいや、友達とはね、喋るだけやで、うん、それは。でもなんかAV の話になってさ、めっちゃ盛り上がってしまって。朝の4時ぐらいまで。最高やんか。そうやね。だからこれお酒入っててみ、うん、もっと。いや逆に酒なしで AV の話で朝4時までようやったな。ほんまやな。その子もねラジオ聞くわ言うてくれて。あ、そう、うん、ラジオ聞いてないのに AV の話ようなったね。そう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 、すごいな。やっぱよっぽど暇でよっぽど溜まってて、もうね36となる。皆さんはね、はい、どんな飲みライフを過ごしているのか、はい、またそんなところも教えていただきたいと思います、はい、以上アルミ缶バトルでした。いやびっくりしたわ、意外とそんな話になると。パンツの時間、はい、毎週いろんなテーマでトークを展開していきますが、
今回はですね、先週募集したパンツラジオドラマのタイトルから、はい、モモンガさんの片身のパンツを採用させていただいてラジオドラマを作ってまいりました。あさこさんが作ってきたんですよね。作ったんです。はい、はい、分かりました。じゃあこれは私も読んだらいいんですよね。よろしくお願いします。はい、でははいお願いします。はい、ではタイトルは、片身のパンツ、作赤坂優子。うわー素敵、なんて風が気持ちいいの。地平線まで続く大草原、時折香る沈丁花の香りがジャスミンの香りをかすめては通り過ぎ、またかすめては通り過ぎ、たまに鼻に止まったかな、やっぱり通り過ぎ、まるで大変恐縮ですと言いたげである。ここがフロリダか。あ、いけないいけない、面接に遅れちゃう、急がなくちゃ。私はジャスミン、24歳、ニューヨークの有名大学を出て、ついこの間まで皆さんご存知のあの超有名ファッション雑誌ニューニューで働いていたんだけど、体調を崩して今は療養中。でもそろそろ働かないと家賃も払えないし、どうしようかなってタウンワークを見ていたら、フロリダ住み込み家政婦モトムっていうのを見つけたの。これはちょうどいいってことでアパートを解約してトランク一つで出てきちゃった。ドアをノックする。どんどん。返事がない。ハンクスさん。どんどん。今日からお世話になります家政婦の。と突然ドアが剛速球が飛んできたかのように開いた。キャッ。ジャスミンは突然開いたドアに当たってよろめいて尻餅をついた。そして中から男が、がたいのいい男が出てきた。お前は誰だ。あたた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 。大丈夫か。大丈夫です。がたいのいい男はひょいと片手でジャスミンを持ち上げた。そしてまるで大変恐縮でございますといった表情を浮かべている。何しに来た。ありがとうございます。家政婦の面接に来たジャスミンです。そうか、中に入れ。男は冷たい眼差しでジャスミンを見た。ジャスミンは背筋が凍るような恐怖を感じた。がたいのいい男は小麦色の肌に眉間には深いシワが刻み込まれており、すっとした鼻に形のいい立派な唇、太いしっかりした眉には瞳は少しグリーンがかったブラウン、髪は焦げ茶だが少し暗めのグレーにも見える。服はデニムのつなぎ、ところどころ破けていて、中の T シャツが大変恐縮ではございますが、と言いたげに見え隠れしている。裾をまくり上げたつなぎからは、たくましい足首がちらりと見えた。ジャスミンは心臓の高鳴りを覚えた。俺はハンクスだ。ところでお前さん大丈夫か？新庄剛志の歯ぐらい真っ白な顔色だぞ。ええ、大丈夫です。ついこの間まで体調を崩していたもので、でももう大丈夫です。そんなことより、そんな鈴木園子のような白い顔で本当に家事ができるのかね。ジャスミンはイラッとした。大変恐縮ではございますが、人を見た目で判断するのはやめていただけないでしょうか。私は働けます。私は立派に家政婦をやり抜いてみせます。あなたの方が牧場より国語の教師になった方がいいんじゃないの。そんなにヒューがお得意ならオーケーオーケー、まあいいさ。とりあえず働いてみてくれ。君の部屋は2階だ。ジャスミンは今すぐトランクを持ってこの家から立ち去りたかった。しかし彼女はアパートも解約してしまったし、お金も底をついてしまっているし、もうここで働くしか道がなかったのだ。あんなにバカにされて悔しい。私やってやるんだから、完璧なまでに家政婦をやりこなしてハンクスをギャフンと言わせてやるんだから。次の日、ジャスミンは朝も早から洗濯をし、床を拭き、朝食を作った。完璧ね。ハンクス、さあ、早く起きてらっしゃい。ジャスミンはキッチンでハンクスを待ち構えた。すると、奥からドシッ
ドシッと足音が近づいてくる音が聞こえた。キッチンの扉が開く。おはよう、ハンクス。キャッ！ジャスミンは頬を真っ赤に染めて両手で顔を覆った。そこにはパンツ一丁のハンクスがぶっきらぼうにまるで大変恐縮ではございますがと言いたげな表情で立っていた。ん？おめえさんはバージンか？ジャスミンは一瞬戸惑ったが思い切って、ええ、バージンよ。何よ、それがどうしたの？私はずっと忙しくて彼氏を作る暇なんてなかったのよ。だから私は今まで誰とも付き合ったことがないの。ジャスミンは恥ずかしさで心臓が張り裂けそうだった。ハンクスがくすっと笑った。まるで大変恐縮ではございますがと言いたげなように。おかしなもんだな。俺は俺がバージンだった頃しかバージンに接したことがないんだ。それに昔は簡単に男に身を委ねる女とは付き合うなよってよく言われたものだが、今はバージンだと変人扱いされる。ほっといて。ところで朝ごはんは？何のスープだい？ブロッコリーよ。俺はブロッコリーが苦手なんだ。君が食べてその怒りを沈めておいておくれ。仕事に行ってくる。あ、そうだ、ジャスミン、これからは固めのパンツを履いておいておくれ。僕が浴場しても下ろせないように南京錠をつけておいてもいいくらいさ。もう何言ってるの。わかったわハンクス、これからは鉄のパンツでも履いておくわ。南京錠付きのね。一人残されたジャスミン、もう一体何なのよあいつ。ジャスミンは心にぽっと明かりが灯ったような温かい気持ちに包まれていた。そう、まるで大変恐縮ではございますがと言ったように。何これ、あったかくなりますね。いやいや、何これ。え、片身のパンツ全く意味わからない。片身出てけへんやん。片身をちょっと片身のパンツに変えさせて。なんでそこ変えた。なんでそこ意味わからんしさ。片身ではちょっと難しかったね。なんやろ、なんかこのさ、なんかハリウッドドラマと赤坂さんの日常の混同したみたいな、なんか急に生活感めっちゃあったりとかさ、なんか何やろ、ハーレクイーンってさ、ちょっと恋愛の小説あるんですけど、それをちょっと参考にさせていただいて、はい。いや、しかもなんかジャスミンちょっとヒステリックすぎる。怒りのツボとさ、なんか急に最後何なのよあいつってみたいな、何の何が良かった、何っていうことってすごい恥ずかしいことなんですよ。それをこう揉むきって言った時にそのハンクスは受け入れてくれたわけよ。おかしなもんだな、受け入れてくれたもんだよ。その時にいいやつなんじゃんと思って。何やろな、いろいろ気持ち悪かった。え、バージンよ。バージン。何でバージンって気づいたもんで。だからね、パンツ一丁できた時に慣れてないから、もうそこで恥ずかしくなってキャーってなって顔が真っ赤なって、そこで、そこでお前バージンバージンだ。お前見たことないんだなっていう。最初に白いって言われただけで怒りすぎやった。すごい話だよ。何なんですかこれ。いやー、皆さん泣いてるんじゃないですか。めちゃくちゃ退屈な時間だった。なんでよ。読んでたけど退屈やったから、みんな退屈やったんじゃん。ひどいわ。どうしたかったかな。何なんでしょうね。なんかけど世界観はあったよ。ありがとうございます。さんらしい。ありがとうございます。いやー。え、なんだろう。なんかもう何今日はやり尽くした。やり尽くした。もう今日はここで終わりだ。はい、わかりました。ということでパンツの時間でした。確かに。全日本勝負パンツ協会テール鍵。あら。音が面白くなさすぎて。もう終わらせようとしてたよね今絶対やった。
さあみんなで勝負パンツを盛り上げていきましょうのコーナーです。はい、今回は勝負パンツがテーマの漫才のネタを作ります。次にね、そうですよ、そのネタに盛り込むべき言葉キーワードとはということでいろいろと送ってもらってます。うん、今回は片身のパンツを片目のパンツという意味わからん、はい、アレンジを聞かせてなんでよすごいですね、よかったじゃん、本末転倒もいいとこやもんどこら辺が片身なんかなってずっと思いながら聞いて、鉄のパンツですよ鉄のパンツ履いてるからそうですか。さあ、いっぱい来てます、ね、ありがとうございます。これ初かな、ひねもすかに本家さん。へ、これも初めてだったら、あの本名と住所をぜひ送っといてください。はい、ステッカーとどうしますか、会員にしますか。あ、しましょう。まだ聞いてないけど会員しますか。します、もう増やしましょう、はい、はい、ショーパンツをテーマにした漫才に入れるキーワードは、はい、エアリズムウルトラシームレスショーツ。あー長いね。あー言いにくいやつね。これどうしよう、3つ入れることにしましょう。うん、次わかりました。エロリズム、エロリズムじゃない、え、なに、エアリズムウルトラシームレス、はい、ほんまエロばっかりやな頭の中エアリズムね失礼、うん、エアリズムウルトラシームレスショーツ、ネクロかなんかも、言いにくいね。でもちょっと面白いかもしれないけどな、うん、ワードとしてはお前はエアリズムシームレスショーツか、ウルトラが抜けてる、あ、むずいわちょっとまあありよりやな、うん、ちょっと、ショーパブコモンさん、うん、ハイテクやな、ハイテクやな、誰と勝負してんの、うん、子供何人作る気やねん、あー、うん、やな、もう一個ある、うんうん、マトリョーシカエアバッグ、おう、マトリョーシカエアバッグ、国家斉唱パンツ交換、おう、岡田准一スペシャル、ハードパンツァーソーシャルディスパンツ、あ、ソーシャルディスパンツ、ソーシャル、あ、ハードパンツァーソーシャルディスパンツ、ソーシャルディスパンツ、あ、ディスパンツ、おおってむずいな、難しい、モモンガさん、うん、男の責任は脱いでからやで、あ、かっこいいな、うん、下ろしたらサラッピンが見えるで、おお使えそうですね、あるかもしれないね、ちょっといい、あ、もう一個あるわ、高橋さん、下ろしたらサラピンやで、いやちょっと違うね、なんでちょっとずつ変えない、いや怒られへん、サラピンが見えるで、あ、サラピンが見えんで、いやめてやめて、面白い面白いね、シルクのティーバッグ、うんうん、お母さん、うん、ティーバッグに男女の壁はない、おお、いや、おうか、あるやろおお母さん、うん、その特徴はブリーフやないか、あ、うん、面白いな、ミルクボーイさん的なね、うん、ブリーフやないか、食い込んどるやないか、食い込んどるやないか、うん、ありそうではいい、あー、なんかなんかね、うん、いちいち直すとか、大阪のさとしさん、うん、ヨレヨレパンツ、ヨレヨレパンツやないか、うん、あ、うんうん、なんとかおすすめある、まる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 は何でも OK、 おすすめある、おすすめある、うん、あとえとが参集しちゃった赤坂さん、なんかそんな感じするよね。佐藤さん、もう一個、お胸、面白いな、江戸川さん出しちゃった、お胸、うん、お胸しちゃった、三十六太郎さん、三十六太郎さん、食い込んでる、あ、食い込んでるね、吐き替えろ、お、毛がはみ出てるいいの、紐が前に来てる、うん、CC ガールズ、お、ジジイ、うん、セクシーキャバクラ、うん、剛毛、ハリネズミ、うん、丸見え、泥まみれ、お前の関心はハリネズミやないか、うん、いや面白いかもしれないけどね、ハリネズミ、うんうんうん、うわ難しいな、何トラマルさん、うん、マスク、手洗いうがい、うん、まあ、今ね、今ね、ツッチーさん、うん、自分だけええと思ってる、ツッチーさん、パンツ、うん、赤坂さん以外誰も履かへんパンツ、あ、赤坂のランとしか思われへんパンツ、あ、いたって普通とちゃうん、そのパンツ、誰と勝負すんの、うん、そのパンツで、あ、まあまあまあ、ありそうな感じではちょっと流れ見えてくるね、うん、ふけらっきょさん、ひも、うん、パンティ、ひもパンティ、ひもパンティやないか、それはひもパンティやないか、まあまあまあ、キーワードですからね、うん、チビの飼い主さん、うん、私のパンツの偏差値はあんたの言ってた大学と同じレベル、うん、どういうこと、でもなんか面白いな、偏差値高いってことかな、うん、あ、高い、ひいおばあさんの片身のパンツ、あ、いつも膝まで下ろしてあるんで歩きづらい、あ、面白いな、面白いな、高1の時に買ったんでもう20年も履いてる、あティーナカリナさんは10年、うん、脱いだもん勝ち、うん、パンツは生き物、あ、脱いだもん勝ちやで、
とかな。あ、ありそうですね。いつも膝まで下ろしてあるんで歩きづらい。いいかもしれない。面白いね。いいボケや。ハートウォーミングキットさん、うん、男子競泳水泳パンツもっこり、うん、ハミチン。いやらしい。まあでも普通に出てきそう、出てくるかもしれないけどね、そういう言葉。虹カナダさん、うん、マジックミラー号、玉手箱、うん、花火大会、マティーニ、甘い夜、玉転がし。いやらしい、いやらしい。玉転がしやないか。恋するサボテンちゃんさん、うん、パンツの中は坊やだからさ。ああ、すごい名言。ちょっと面白いね、名言。赤坂さん、迷惑係さん、うん、赤坂さんご愛用の愚痴の壺。うんうん、愚痴の壺、ね、あ、愚痴の壺、愚痴を吐く壺あったもんね、赤坂さん、うんうん、コモンドールさん、パンツの中身がまっさらピンの方が赤坂で真っ黒系の方が高橋。おお、うまいね。いやいや、うまくないわ。うまい、ね、真っ黒系ちゃうわ。ドラ猫先輩さん、うん、その特徴はチキチキジョニーの石原さんよ。石原さんって決まりやないの。また出ましたね。ディスってるよね。またミルクボーイさんですね。何やろな、そんなほな石原さんやないな。 A さん、ドラ猫先輩、コインが2枚、コインが2枚、うん、あの勝負パンツいくらで買ったかでね、コインが2枚。あ、コインが。泉のおっさんさん、履いててよかった。安子恵子姉さんの、うん、あのセブンイレブンいい気分、空いててよかったという CM のネタ。 あとヨッシンさん、うん、大口酒造さんの黒井さん意識と酒とば。お、いいね、入れたいね。やっぱりラジオは生がいい、うん、あ、いいね。赤坂さんといえば赤の蝶ネクタイとボーダー。うん、うん、うん、なんでしょうね、黒井さんね、黒井さん入れたい気もしますけどね。ボニチさん、黒井さんも黒井さんね。パンツ履いてる方と裏で毒履いてる方で覚えてくださいね。おー、パンツも履いてるしな。面白いけどね。うん、キイちゃんさん、うん、3回目の食事、3回目の食事、他の動物は丸出し、やだ、面白い、ね、そうやな。イスラム教徒の女性、お、履いてるようで履いてない、履いてるようで履いてるようで履いてない。眼福、眼福、マスク隠してパンツ隠さず、あ、どんどんパンツ、どんパンツ、あ、いいね、これはちょっと思ってね、どんどん節の、はあはあ、田中純二さんもどんどんパンツ、どんパンツってきてる。あ、いいね、うん、はあはあはあ。とっとこよし太郎さん、あなたの手で剥ぎ取られたい、いやらしい、いいね、あなたの手で剥ぎ取られたい。赤坂さん、赤坂さん、迷惑係さん、はい、高橋さん、恋愛はゲームやで。高橋さん、あ、向かってね、高橋さん、リンはゲームやで。まあまあでも普通かな。ネアガマッカートニーさん、うん、もろ出し、うん、つかみ取り、サロンパス、うん、パンテ、シャネルの5番、うん、アラナワ、うん、うん、いや、もろ出しやないか。まあ、どう使おうかやな、うん、食パンさん、パンツのゴム切れました。うん、切れ、あ、今パンツのゴム切れました。あー、ね、そのタイミングで、うん、何してんねん、何してんねん。うん、風天の二郎さん、もじゃもじゃ乙女 AV、うん、これは普通に入ってしまいそうやからな。うん、謎のオンバットさん、うん、紐パン、パンティライン、パンチラ、うん、性感帯、初体験、うん、フロントホックブラ、補正下着、うん、胸キュン、もじゃ毛、チキチキジョニー、チキチキチキジョニーさん、さんるな。ブンブン丸さん、うん、パンツいらうぞ、うん、うるせえよ。あー、面白いな。ね、パンツいらうぞ、どういう意味。パンツいらうってどういう意味。ヒロおじさん、うん、パンツでパンパン、パンツいやらしいな。おう、これ初かな。住所送ってください。うん、おじさん、ステッカーを差し上げます。そして会員にも入れますかね。そうですね、ヒロおじ、はい、堺のしわんちさん、はい、黒井さん錦ですが、商品名なので焼酎、名物コーナーからバトル、うん、やっぱり外せません。彼氏内歴3年。3年赤坂さん、ね、ああ、そうか。帯急さん、もうそんな経つ。真っ赤、健康にいい、スケスケ、エロい。うわ あどうしましょう。難しいなね。えなんか響いたのあった。何やったっけ、食パンさんなんつってたっけ。食パンさんは、パンさんはね、パンツのゴム、パンツのゴム響いたやないか。あ、パンツのゴム切れましたよね。なっち、日々の飼い主さんとかもやってたしね。日々の飼い主さん、うん、なんだろうな、
どうしましょうかね。ねえ、どんどんパンパン、どんパンパン、どんパンツね。どんパンツ。ちょっと来週披露するところで、そこで入れましょうか、うん、この今言った中から3つ何を入れたか発表します、ね、そうやね。でも誰かに2000分の、その時にじゃあ2000本のギフト券に発表にしましょうか。はい、はい、ということで皆さんありがとうございます。ちょっとね、あの真剣に見てしまいました漫才作ること考えて、はい、めちゃくちゃ真剣に見ちゃいましたし、また真剣に見てちょっと漫才作りますんで、うん、来週お楽しみに。はい、あ、そして来週の課題はですね、4月は、アルミ缶春のパンツ祭りでしたよね。そうですよ、やってますよ、はい、春のパンツ祭りを開催してます、はい、では5月に開催する祭りはということで、おー、ね、あのずっとこの番組はお祭りムードでいきましょう。そうですね、自粛ばっかりやからさ、うん、もうずっと祭りでね、だからあの5月にはこんな祭りがいいんじゃないか、まあ、ただの語呂でもいいですし、こんな祭りしてっていうのでもいいですし、まあ、ボケていただいても構いません、うん、4月はアルミ缶春のパンツ祭りを開催しています、はい、では5月に開催する祭りはで、皆さんいっぱい送ってください。はい、はい、ということで、はい、そろそろお別れの時間、けどまだ結構時間あるわ。次回の収録、けどさっき言っときます、4月28日の火曜日午前11時からの予定ですが、はい、不測の事態に備えて当面締め切りを早めています、うん、4月27日月曜日朝9時までに送っといてください。月曜日までにぜひ送っといてくださいね、はい、さあ、はい、ということで、はい、ちょっと漫才のこと考えてまうな。そうやね、なんか面白そうやったっけね。面白そうな、いろいろありましたね、うん、どんな内容にするかですね、うんうんうん、ちょっとね、いやでメッセージもねまだいっぱい来てて、 ありますか。はい、ボニチさんから、はい、日曜日の晩ご飯にパンツクッキング用にお好み焼きにしたのですが、 お好み焼きにマヨネーズを使ってパンツを描こうとしたら、うん、同居人にその様子をじっと見られ圧力に負けてしまい、結局パンツの絵を描くことができませんでした会長、事務局長、ヘタレ会長で、会員でごめんなさい。本当よ、また家で一人の時にチャンスがあればパンツクッキングに挑戦しようと思います。そっからね、会話が盛り上がったかもしれないね。マニシさんってけどあるよね、前メッセージでいただいてたけど、不思議な関係で、そうやそうや、なんか別れた人と一緒にまだ住んでるとかじゃなかった、あその人の前でパンツ描くの来ますそっからこうまたこう盛り上がるかもしれないし ね、なんか今夜パンツ見せての合図みたいになるよ、ね、そうそうそう、だからなんかいいきっかけになったかもしれんのに。書いてよ、大阪のさとしさん、うん、パンツクッキング、リスナーさんたちみんな頑張ってますね、うん、みんなで番組を盛り上げようとする意気込みが感じられてとてもいいですね、うん、そして何より注目してるのは赤坂さんのパンツクッキング、はい、サオリのなんか気持ち悪いねんなって言葉もありますが、うん、私は赤坂さんなかなかやるやんと思って毎日楽しみにしてます。うわ、ありがとう。私が見た中で良かったのは、はい、大葉柄パンツチラシ良かったです。おー、ありがとうございます。大切なところを大葉で隠していてセンスもよく笑わせてもらいました。やった。そして何より食べてみたいなって思いました。本当、これからも月末までどういうパンツクッキングが作られるのか楽しみにしてるので頑張ってください。月末までやんの？そうですよねちょっと今日で一旦ちょっと考えようかな赤坂さん応援してます。サオリも負けないで作ってください。いやぜひぜひ。そうよ、そうですか。もそうやっぱりけどね、あの、うん、ボニチさんじゃないけど同居人がいるとなかなかそんなに食べ物で遊んでられないというか、一緒にみんなで食べる中で一人パンツに切ってとかさ、そっか一緒で食べるんか、そうそうそう、確かにな、っていうのもあるよね。でも、うん、いやでもね、なんか作って盛り上げたいですね、うん、みんないっぱい作ってくれてるから ねいやすごいのあるよな。あのさ、なんか、うん、A さんっていう方が作ってくれてた果物の皮をパンツ型にするっていうアイディアは、うん、あれかなり面白いと思うんですよね。アームクっていうのね、あれ、うん、誰もやったことなかったよね。なかった。パンツの剥き方ちょっと流行るかもしれへん。あれはちょっとやってみたいな、うん、よし、なんかそのおにぎり につけるその海苔の形で、うん、なんか私はもうそのさ、うん、なんかなんでもパンツの形でそんな発想しかない。なんでもそのもう無理やりやけど、なんでもパンツの形に無理やりしてしまえって思うけど、いやていうかさ、だからいつ、うん、今日昨日やったっけ、ピーマンはもうピーマンやったからパンツやないってあれ。でもパあのピーマンをピーマンのお尻やから、ただの半分に切ったらなんか可愛かったんやん。プリンプリンってやってて下の部分がピーマンのね。ピーマンってそういうもんやから、そうそう、だからもうこれパンツでええやんと思って無理やり言ってると思って
いやでも、でもでも発想やな、うん、そうそうそう、なかなか苦しいね毎日は。確かに、うん、バリエーションつけるの難しいよな、うん、だからねちょっとこう毎日やめようかなと思って。すぐ自分甘やかすやん。そうそう、容量もね少なくなったしね、その携帯の。そうそう、だからちょっと考えてるところなんですよ。わ、今の時携帯の容量少なかった、辛いな、ね、Wi-Fi もないし。いやね、そうやね、だからどっか Wi-Fi のあるとこでこう、うん、ね、立ちながらやろうかなと思ったりするんやけど。でもそんな出歩いたらあかんで、うん、だからもうほんまもう何もないわ、ね、が見つからない。モモンガさん、うん、収録お疲れ様です。お二人さん、あまり暇ならスマホデビューしたての私と携帯飲み会しませんか。しない、容量がないから。やりたいけどな。ハゲ太郎さん、うん、暇でしたので高橋さんのこといろいろ調べたんですが、なんと神戸大学ご出身だそうですね。しかも在学中から芸人されてるとか、うん、今でこそ高学歴芸人というカテゴリーが確立されているほどですが、当時はまだ珍しかったのではないでしょうか。おまけにその美貌です、うん、ご両親含めて周囲から猛反対されたと思うのですが、どうやって説得されたのでしょうか。いずれにせよ成功されてよかったですね。ポイ捨てしないでくださいを最初から読んでみると相当努力されてきたのがわかるので、私も自分のことのように嬉しいです。ところで赤坂さん、うん、好きな食べ物は何ですか。なんなん急に。すごいな。なにこれ、絶対興味ないやん。急な方向で調べろや。そんだけ高橋さんのこと調べてんねんからちょっとくらい知ってくれ。ブログ見たらちょっとぐらいは書いてそう。全然見てくれんやん。でもめっちゃ気になってるかもしれないね。いやいやいや、何なんですか好きな食べ物。好きな食べ物ですか。かき揚げです。今もかき揚げ好きな。かき揚げ好きやな。でもちょっと最近はまあちょっともたれるようになってきたから、まあ餃子かな最近は。餃子、餃子かな。餃子ももたれそう。そうそうそう、結局脂っこいけどな。でもなんか一人で料理をするようになって、うんうん、やたらにピーマンを買うねやんか私、うんうん、あピーマン好きなんやって気づいて。食材として。そう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 。はあ、ピーマン、ピーマンが好きっぽい。でもいいよね、この自粛中に料理ちょっとでもするようになってたらまた、うん、あのね、そのいざという時にまあないかもしれない、披露する機会はないかも。最初の方は楽しかったけど今もういやいや。もうパンツクッキングをせなあかんから。もうそのためにって感じ。風天の次郎さんが、でも先日の放送で赤坂ファンか高橋ファンかのトークがありましたが、私は赤坂ファンから入った少数派です。珍しい。赤坂さんは表面的には強がってるけど、内面は繊細のように感じるんですよね。素直になれない赤坂さんという感じもします。私はそこに魅力を感じちゃいます。そんなファンも多いんじゃないかと、うん、が可愛いだけじゃなくパンツマスクをさらっと作り女子力を見せたかと思ったら、放送終了後のトークでコロナ騒ぎが収まってもお金がなくなりイベントが開催されないのではとの分析をしてみせ、うん、頭の良さも伺わせる高橋さんに心が揺らされてるのも事実です。まあ赤坂さん高橋さんの両方それぞれに魅力があってのアルミ缶ということで、今現在揺れていますがかろうじて赤坂さんファンに踏みとどまってますと。なんなん、むっちゃ腹立つやん。なんでどんだけ上からすんねん。もう高橋さんに言う動き変えとるやないか。この野郎、こっちおいで。堺のシワンツさん、先週高橋さんが言ってた、はい、初めは高橋さん可愛い、2、3年で赤坂さん意外と可愛い、うん、その後高橋さんに戻って、うん、ええ加減売れろはまさしく自分もそうです。ええ加減はないですが赤坂さん、うん、高橋さん、そしてどっぷりアルミ缶のファンになってます、うん、ところで赤坂さん、紙マスクは危険です。もう絶対にしないでください。笑えません。なんでよ。なんでそんな絶対せなあかんと。自由やろが、ここは自由の国やろが。絶対にしないでください。なんでよ。ちょ変えてしとろう。そうだね、変えてしとる。どんどんしたんねん。どんどんしたんねん。けどリアルなテンションやで。え絶対したんねん。もう気持ち悪いわ。あ、軍がない。気持ち悪い、ほんまに。映像見てる人思い切り、今ちょうどブースの向こうに、うん、事務所の先輩の矢野パンさんが通ってるんですけど、赤坂さんのこと不審者みたいに見てる。そう、矢野パンさんいるんですか。矢野パンさんが見てくださってるんですけど、わあ、はい、いや、ありがとうございます。あ、ちょっと入ってきてください。そうですよ、今矢野パンさんがね、生放送の。あ、すごい。すごい、ちょっとね、事務所の先輩とかに会うのにも久しぶり。あ、いや、元気元気じゃん。いや、どこ、誰こわ、知らないんですか、これ。え、何、どういうこと。今流行りの紙マスクです。紙
何？髪マスク。ヘアマスク。ヘアマスクのことね。はあ、そういや、こうやってちゃんとね。はい。あれしてんねんね、あのこちらに映像もついたって、あ、いや、矢沢さん、携帯の上座ってる。携帯の上座ってる。俺たのするっすか。ちょっとすごい、ラジオでやることじゃないじゃん。映像もあるから、はい、あんまね近づいたらあかんから、こんなそうですよ、ませんドアも開けと、いやいやごめんなさい、いやいや、え、はい、あと、はい、あ、でももう終わりやんか、そうなんですよ、ごめん、せやのにエンディングのところ、スペシャル、はい、スペシャルゲストです、嘘、元気されてます、じゃあごめん言うてる割に座ってます、帰らない、清水彩音も、いやいや、どうも、はい、はい、一緒に来てます、生で見たらすごいちょっと迫力が、ぜひやってください、ちょっとせっかくなんで、リスナーからのお便りですよね、はい、お便り読んでたんです、はい、読んでいきましょう、いやいやいや、邪魔なんですよ、答えていきます、答えていきます、大丈夫です、あれ、はい、山パンさんの番組になって、全日本勝負パンツ協会、あ、よく知っていただいて、ありがとうございます、会ナンバー1257番ですから、いや、いないです、めっちゃいない、狙ってます、本当ですか、狙ってます、じゃあ、はい、ちょっとこれ読ませてもらいますけど、ポイズン反町さんから、はい、公開収録をするなら日頃男性が入店できないランジェリーショップかショッピングモールの下着売り場で収録をするのはどうでしょうかと、あー、いや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 、恥ずかしな、でも行くの興味はあるし、全力で、いや、どんなものかが分からへんけど、ランジェリーショップって行ったことがないから、はいはい、あら、ないですか、本当ですか、彼女とついてったりとかしない、何選ぶん、勝負パンツ選ぶの、私は彼氏に、はい、選んでもらいたいタイプです、うわ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 、あかんな、そこよ、そういうとこや、サオリンのあかんとこ、あかんとこですか、どこ見て喋ってんか分からへんけどいや、それはさ、はい、言ったら、うん、言ったら、なんやろうな、脱がす楽しみですか、いや、びっくり箱みたいなとこやんか、そう、服を、そうか、知らん方がいい、そう、びっくりさせる方がいい、はははこんな可愛い下着なんて言われた方が嬉しくない、確かに、確かに、うわ、めっちゃ可愛い下着つけてたんや、はい、これは僕のためやなって嬉しいやん、はい、その喜びがそこにあるのに、もう鼻から、はい、もう服にじゃあもう下着つけといたらええやんって話や、帰りますよ、帰りますよ、もう決まりよ、勉強なの、だからちなみにどんなパンツが好きですか、僕ですか、はい、水色のちょっとあの側、あの上の側がレースでファサってなって持ってます、持ってます、コート履いてきます、いやいや、そんなびっくり箱してください、脱がせなきゃやんか、脱がしてください、脱がしてください、やめてです、僕そう苦手なんですよ、女性苦手なんで、いや、そんなことないです、こんなズカズカ履いてきといて苦手ない、すみません、ありがとうございます、人の心と勝手にあの人のラジオに入るのは得意なんですよ名言みたいに言うけどそんな上手くないですね、はい、すいません、ありがとうございます、ごめんなさいね、すいません、また、はい、ヒット&ヒットもよろしくお願いします、お願いいたします、そうですよ、ありがとうございます、あやねのパンツ今日赤らしい、えらい、やらしい、やらしいな、本当に赤なのありがとうございます、いや、すごい、スペシャルゲストが来ていただきまして、びっくりしましたね、ありがとうございましたすごい、やっぱ気さくのお兄さんやで、ねえいや、赤坂さんさ、結局お兄さんの顔一度も見なかった、いやいや、めっちゃ見えるから髪マスクでちゃんと見てるから、めちゃくちゃ失礼やで、いや、入ってきていただいたの、そっちは知らんけど、こっちはちゃんと挨拶してるから、いや、見えてる、マジでマジでちゃんと最初から最後までそれですよ、開けの忘れたわ、オメガさんからは、はい、あ、はい、あの最新の子供の頃にハマった遊びの YouTube 企画見ましたよ、 ありがとうございます、どれも懐かしいですね、高橋さんの第3位ドンパッパ、あれってあんな名前あったんですね、初めて知りました、ああ、ね、ケロピのパズルも懐かしすぎる、よくずっと持ってましたね、赤坂さんの最後の謎かけも良かったです、ありがとうございます、次の企画も楽しみにしてます、そうです、はい、私たち YouTube チャンネルもやってますからね、はい、ぜひね、はい、この機会に見ていただきたい、この機会に本当に暇あると思うんで、うん、見ていただきたいと思いますし、はい、もう一個もう読んじゃおうかな、はい、ヨッシーさん、うん、赤坂さんの手作り料理の写真が赤坂さんのツイッターに掲載されてるのを見て驚きました、うん、赤坂さんって料理を自分で作ったりされるんですね、そう、パンツ目玉焼きとても美味しそうに見えましたよ、ありがとう、次回は赤坂さんの手作り料理の話題を楽しみにしてますということで、おー、そうやねんな、私分かってん、何、調味料をちゃんと買えば料理ってできるっていうことが買ってなかった、そうやね、私あのなんだ、使い切られへんから醤油とか、うん、あの砂糖とかしかなかった、うん、だからそんなんで料理してたからすごいまずかった、それまずいやろな、でもちゃんとオイスターソースとか、うん、あの鶏ガラとか買ったら
めっちゃ美味しい。やっと出汁入れたんや。出汁入れました。美味しいわ。よかったです、はい、あ、そうですか。じゃあいいやんか、料理がうまくなってね。パンツの料理ばっかりうまくなるかもしれないですけど。はい、ということで皆さん、来週もパンツ祭り、はい、まだまだ続きますから盛り上がっていきましょう。はい、いや、やり通しましたね、赤坂の最後の方も。それで熱いわ。ほんと熱いな、これ。ほんまに怖いで。あ、そう、そんなに、うん、ほんまに怖い。先週なんて言っててくれてたかな、スターウォーズの中ばっかに似てるって言われて、あー、マジで似てると思って。ああいるね、おーおーおーって。ハリソン・フォードと一緒にいる、うん、そうそう、ハリソン、そうそうそう、ハリソンじゃん、これはハンクス。さあ、来週はちょっと漫才ということで気合い入れてやりますか。ね、作らんとね。でもね、それこそソーシャルディスタンスが大事やから、漫才もやり方考えんとあかんな、ね、距離空けて、うん、か、それかもう紙マスクずっとしたままやるか、ね、いや、なかなか辛いな。まあでも安全は安全かもしれんけどな、うん、ということで皆さん、今夜もありがとうございました。今日はね、最後にスペシャルゲストも登場していただきまして、盛り上がっていけたんじゃないかなと思います。ね、皆さん、このラジオがない間も、はい、パンツクッキングやパンツの話、はい、どんどん盛り上がって、はい、パンツ祭りで、コロナを撃退しましょう。はい、はい、皆さん、ありがとうございました。おやすみなさい。